逆転裁判、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、煮干しさんの無実を証明するために頑張りたいんだけど、無理じゃねえかな。なるほどさん。はい。さっきからなんでそんな険しい顔を？なんでもないです。ねえ、千尋さん。うわぁ、怖い顔。なるほどね。あなたの依頼人は今ほとんど死にかけているわ。そういう意味で彼にはとても親近感を覚えるわね。それジョークにならないっす。悪い冗談はやめてくださいよ。今回はこちらに武器は全くない。でも、煮干しさんが本当に無実なのに、私たちはどこかに見落としをしているはず。見落とし。この法廷でそれを見つけ出せなければ、私たちは負けるわ。今日中に必ず。厳しい戦いになるわ。逆裁のストーリー考えてる人とかすごいよな。こっから巻き返せるんだろう。無理だろ。これより、煮干し三郎の法廷を開廷します。検察が準備完了しております。弁護側も準備完了しています。では、三井検事、冒頭弁論をお願いします。昨日の法廷で意外な事実が明らかになった。事件当日、ヘイト撮影所には他にも関係者がいたという。今日は彼らが事件には関係がなかったことを証明したい。わかりました。では、早速証人を呼んでいただきましょう。あのプロデューサーが出てくるのか。最初の証人、宇佐井武を、入廷させていただきたい。監督は来たか。証人、名前と職業は。なんだよ、死刑だな。僕を知らないのかよ。監督ですよ、殿様は僕が作ってるんだぞ。三剣も大変だな。宇佐井武、監督してます、テレビの。証人は事件当日、A と撮影所にいたんですね。はい。では、その日のことを証言してもらいましょうか。なるほどくん。まずはこの証人の証言を崩しましょう。煮干しさんが犯人ではないとしたら、怪しいのはあの日コテージにいた人たちですから。はい。いきなりプレッシャーだ。あの日は朝の9時頃、A とスタジオに入ったけど、午前中はアクションの打ち合わせかな。なんか思ったより時間かかっちゃったんだよな。お昼、みんなスタッフエリアでご飯を食べてみたいだけど、コテージで会議があったから僕食べれなくて。会議は結局4時までやってたよな。会場はやっと誰も席をその立たなかったな。そんなところかな。被害者の湯袋さんが殺害されたのが2時半頃。その頃は会議中だったわけですか。では弁護人、尋問を。はい。なんかあったっけな。この辺は別に、おかしくないよな。一応聞いとくか。じゃあ結局、骨付きステーキは食べずじまいですか。そうなんだよ、ステーキはね、ひどい話だよ。はあ、なるほど。はい。今の話どう？おかしいと思わない？おかしいよね。骨付きステーキ自体は食べてるよな。コテージの前で。そうですね。確かにいいです。監督。なんだよ。僕がコテージに行った時、テーブルの上には、スタッフエリアと同じ皿が2人前ありましたよ。あれは誰が食べたんですか？が、いや、よくわかったね。恥ずかしから言わなかったんだよ。食べたんだよね、結局。骨付きステーキをですか？まあね、せっかくサフに焼かせるし、後に食べようと思って持って行ったからさ、お弟子に。食い意地があってな。で、いつ食べたんですか？会議中に1回だけ休憩があったからさ、その時にペロリと。でも、待てよ。休憩を取った後、証言におかしいところが出てくるぞ。もう一度その辺を揺さぶってみるか。4時までやってた会議中を誰も立たなかったわけじゃない。一度も休憩を取らなかったんですか？
そうさ、取らなかったぞ。汗がちょっと気になるけど、決め手がないからな。って、待てよ。なんか引っかかるよな。もっと強く揺さぶる。ちょっと待ってください。監督、さっきあなたはこう言いましたね。休憩中にステーキを食べたと。だ、どうなんですか？う、商人、どうなんですか？まあ、取ったかな？休憩。なるほどくん、よくやった。休憩を取ったなら、その間にスタジオに行けたかもしれない。裁判長、休憩時間について証言をお願いします。わかりました。では証人、証言をお願いします。ひぃ。何笑ってんねん。人が死んでるんやぞ。笑ってるよ。休憩について。確かに休憩を取ったけどさ。たった15分だよ、15分。第一スタジオで撮影なんてできるわけないだろ。骨付きステーキを食べてるだけで終わっちゃうって。私ならステーキも食べ終わらないでしょうな。お前の話はしとらん。では、尋問を。確かに休憩は取ったけどさ。全部聞いとくか。その休憩は何時、そうか、その辺聞かなきゃダメなのか。何時に取ったんですか？確か2時半から15分だったと思うけど。2時半。事件が起こった時間だ。第一スタジオで、胃袋さんを殺害して戻ってくれ。時間的には何とか可能だな。あと15分だよ、15分。ない。これ聞いとくか。どうしてですか？もう、意味のない尋問はたくさんだ。裁判長、これまでの証言で明らかな通り、コテージにいた人間は、今回の事件には関係ない。なぜなら第一スタジオに行くのは無理だったからだ。何？お前も知ってるだろ。塞がってたんだよ。それとも弁護人は、コテージにいた人間が殺人現場に行ったとでも言うつもりか？うん。どうですか、弁護人。なるほどくん、ここは大事なポイントよ。よく考えてね。これは言ったって言うと多分ダメなんだろうな。ここで認めたくはないけど、無理だと分かっていることを主張するわけにはいかない。確かにコテージの人間がスタジオに行けるのは不可能です。いつものように考えもなく突っかかってくるかと思えば、なかなか物分かりがいいな。どういうことですか、水井健二。簡単なことは、確かに被害者が死んだ時間、コテージは休憩に入っていた。しかし、スタジオへ通じる道は塞がっていたのだ。サルマゲ君の首によって、強風によって首が折れたのは2時15分だった。つまり、2時半に休憩を取っても、あの道は通れなかったわけだ。サルマゲ君の首があったのだから。本当はサルマゲドンなんだけど、それにツッコミ入れる気もなれないな。以上をもって、この証人に対する質問は終了する。終わっちまったよ。では、私の意見を申し上げましょう。事件当日、第二スタジオのコテージに数名の人間がいた。しかし彼らは第一スタジオに行けなかったわけだから、この事件に関係ないことは明らかです。また、このトロ様の写真ですが、体格から考えて被告人以外の人間は着ることはできない。あとはこのトロ様が犯人であるという、その決定的な証拠があればそれで決まるのですが。証拠ね。裁判長、当然、検察側は用意している。決定的な証人は。水井健二、決定的な証人とはどういう？彼は、殿様が被害者を殺害した瞬間を目撃している。静粛に。わかりました。10分間の休憩を挟んで、その証人の話を聞きましょう。それでは、休憩に入ります。ダメじゃないかな。千尋さん、どうしましょう。コテージの人間は事件に無関係ってことに。ごめんね。なるほど。
どうやら私の見込み違いだったみたいね。そんな、ヒロさんが諦めちゃったら僕はもう勘違いしないで。私は今まで諦めたことなんて一度もないもん。今の尋問で明らかになったのはただ一つよ。コテージにいた人間は第一殺人にはいかなかった。私そこに何か秘密があると思ってたんだけど、そうじゃなかった。それだけのことよ。僕どうなっちゃうんでしょう。なんだかもう法廷中の人たちがお前がやったんだってそう言ってるような気がして。大丈夫です。あなたが無実ならば私たちは必ずそれを証明します。私たちに任せて堂々としていてください。殿様なんですから。あなたは恐縮です。さあ、なるほどね。頑張らないでね。殿様が大好きな子供たちのためにも。やっぱ千尋さんめっちゃ好きだわ。千尋さん年齢いくつぐらいなんだろうな。30いくつぐらいか。まだ年下の状態で始めれてよかったな。では審理を再開しましょう。検察側としてはまだ幼くて痛い気な小学生を殺人事件の証人として呼んだ上、そこの弁護人に意地の悪い質問をさせたくはない。好きなこと言いやがって。しかしこうなっては致し方ない。証人として大滝久太少年を、入廷させていただこう。低い。裁判長、とりあえず証人に何か代を。そうですね。係官、みかん箱ってもっとあるだろう。では証人、名前と学年を。証人。なんだよ、大人だからって威張るなよな。大変ね、あんたも。ダメよ啓太君、ちゃんと質問には答えるの。あ、お姉ちゃん、僕大滝啓太、小学2年生です。先が思いやられるな。三井健二、相手は子供なんですから、もっとこう優しくするように。気苦労が絶えないね。証人、いや啓太君、なんか痛々しいな。君はその事件があった日 A と撮影所に行ったね。行っちゃるかよ。その時見たことをその我々に聞かせてほしいな。え、おじさんとそこの偉そうなヒゲのおじいさんに。お兄さんだ、ヒゲのおじさんです。やれやれ。ところで法廷内はカメラの持ち込みは禁止されているはずですが。カメラがダメなら証言しないと言われてしまったもので、特別に許可していただきたい。子供と取引して、しかも負けるなよ。そうだよね。てかなんで法廷ってカメラダメなんだろうな。なんでわざわざ法廷画家に書かせてんだろうってずっと思ってるんだけど。このカメラこないだ買ってもらったばっかりなんだぜ。まだちょっと使い方よくわかんないけどさ、最近はどっか行くときは絶対持っていくんだぜ。なるほどくん、あのカメラ微妙に気になるわ。ちょっと法廷記録にファイル作った方がいいわね。必ず持ち歩いている。殿様がさ、刺した瞬間撮ってないのかな。殿様が勝つ瞬間は絶対撮ってるみたいな感じで言ってたよね。そこか。ではキュウタくん、事件のあった日見たことを証言してもらいましょう。俺、一応殿様のリハーサルが見たくてさ、インターネットで地図見てあの日撮影所に行ったんだ。警備の場所に見つからないように道の外の林を通って。俺とにかくスタジオに行こうとしたんだ。途中30分くらい道に迷っちゃったけど、スタジオのところに行ってたら殿様がいたんだよ。俺嬉しくて見てたら悪人が出てきてさ。殿様はもちろんその悪人は倒したよ。もしカメラを持っていればシャッターチャンスだったよ。え、なんで持ってないの。結局スタジオには入れなくてその日は帰ったんだ。では弁護人、尋問お願いしますが、相手は少年です。優しくするように。
そんな必要ないような気がするけど。もう見たかったのもいい、行ったのもいい、見つからないように早く通ったのもいい。スタジオに行こうとした途中30分くらい迷っちゃったんだけど、殿様がいたんだ。俺嬉しくて見てたら悪人が出てきた。殿様はもちろんその悪人を倒したよ。でもやっぱここだよな、一番気になるのは。もしカメラを持っていれば。なんだ、カメラなかったの？そうだよ、俺だっていつもカメラを持っている。持っているわけじゃないぞ。それを見て怖くなって家に帰った。なるほど、くん、相手は少年よ。あまりきつく言わずに、でも容赦しちゃダメよ。難しいこと言うな。そんな無茶だ。殿様のリハーサルが見たくて、インターネットで地図を見てあの日撮影所に行ったんだ。どこだ。必ず持ち歩いてるって言ってるもん。おにゃい！ケータ君、今の話ちょっとおかしいな。君さっきはいつでもデジカメは持ち歩くってはっきりそう言ってたじゃないか。え？ダメだよ、嘘ついちゃう。弁護人、ちょっといいですかな。しまった、きつく言いすぎたか。何ですかデジカメって。え、大丈夫この人。何年前のゲームこれ、そもそも。デジタルカメラのことです。最近流行っているカメラの一種です。説明のしようがない。なるほど。とにかくケータ君、君が撮影所に行くとしたらカメラを忘れるはずがない。持って行ったんだろ。泣いてる。いや、弁護人、少年を脅すとは潔果てた男だな。少年だろうが検事だろうが嘘は良くない。なんでそこに検事が出てくるのだ。どうなのかな、ケータ君。なんだよ。ああ、確かにカメラ持っていったよ。それが何だってんだよ。めちゃくちゃ重要なんだよ、そこ。じゃあそのカメラは使わなかったのかな。使うわけないよ。俺、夢中で見てたから。では、その見ていたことを証言してもらいましょうか。一旦ここで区切ろうか。これあれなんだよな、その殿様が仕留めるときは絶対写真撮るって言ってたから、多分そこから崩すんだろうけど。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。